よ。ここで入りますか。進行タレットと同時に熱が飛び出るも、ここはカブリヘッドショット。かなりビナカの体力が少ない。メディウスの熱、 HP が少ないぞ。カーボール食らっちまった。メディウスはカバー設置できるか。いや竹杖が設置できるところにいないぞ。スパイクが時間が足りない。アブソリートジェッター、どうしたアブソリートジェッター。時間を使いすぎた。竹杖スパイクに気づけなかったか。いやなんとか全滅は取りましたが、回収。ラズのライトバッカー残り一つでたまるレータ。ここに来て A ショート進行、守るのはギオン。先ほどの刈り返したぞ。 B サイトに向けてのカーボール、決戦1キル、ダブルキル。武器は回収できないか。しかしマッチングカバー早すぎる。スパイキャリアが倒された。残り時間は10秒。レータが走る、レータが走るが、そこにはブーボット。時間もありません。これ設置間に合いませんね。マッチキンを落とすも残り時間がありません。アビリティの合わせ技どうだ。熱が落とされて、さらにはクロー。ゼファーがラスを取り返す。いや素晴らしい取り返し。あと10秒。 3-on-3 武器差はありましたが、武器を回収している。こうなればアブソリットジュピターにもチャンスがあります。唯一あるのはシールドの差のみか。アビリティもお互いありません。唯一あるのはクローンのショックボルトか。パラノイアもリオン入ってしまっているので、これクレジラクーンの取り返し苦しいですね。1ミリ見えたところをマチキンが落とす。しかしバースが切る。リオンのカバー、クロー一バレてる。取り残されたクロー、データから受け取ったこのイオンファントム、クラッシュ落とし切る。クローンのトリプルキル、ね、銃声はしました。熱の位置、ビーカーズアドバンテージ。ラスが熱を落としている。なおかつレータ中央の位置、ショーストッパーの音が聞こえた。これはバース、刺さりはしませんが、マーケットに対しての圧力でした。さらにはペイントだ。前に出るマンチキン、あ積極的にアプレイをしていきますね。ラズを落として、ただレイタが裏を取っているのでこれは刺さりそう。3対4、裏を警戒している。ゼファー走りながらか。やはり無限デスマッチの成果が出ている。これは縦のストッピングでした。 D メインスモークの隙間、ゼファーがバースを落とすが、もう一人クローが潜んでいます。ゆっくりと抜けて、綺麗なダブルキル。戦いの数が違うのさ。そこも計算づくでしたかね。一人やられても音が聞こえてくる。ヘッドショット、ダブルキル。あえて一応バラします。さらにはヘブンからネス、そしてロックダウン取りに行くのか。このラウンド取りに行きますね。これは A メインを引かざるを得ません。ショートで今倒した敵の武器を拾ってメデューサがメインウェポン持てたので、さらにはエイメイトでアンダフューリー。もう少し右にラズはいる。おっとレータ捕まってしまってるが、位置はバレていない。ライトはこう来た。メディウスはサイドラが挟むような形、パラノイアが飛んできた方向から警戒するが、カーボールまである。時間稼ぎ完璧ですね。あえて顔を出さない、顔を出してくれない。ラズを落として残り時間少ないが、レータが決める。ゆっくりと A に向けて進行していくアブソリートジュピター。ラズ先行でリオンのピーク。あーこれリザレクション、おー何もカバーしない。2回目の命、そこにマンチキンのペイント弾。ボルト食らっている。中にはオーディンが控えているぞ。弾幕が形成されている。いやーこれは抜けれない。最後はマンチキン、このラウンドクワッドキル。そんないですね。ブレイズを出したラズを狙っている。マンチキン、いやそこで出るのか。中央さらに打ち込んでいく。打ち負けない。だからエタリオンを落としている。そこにはゼファー、サイト中メデューサとネス、ナノスワーム。あーこれは設置いけないでしょうね。さらにはリコンボルト、残り時間は10秒。あと10秒。前に出るバース、優先者ブラストパックを使ってのピーク、甘えないネス。ダブルキル。本日すでに2回のライトバックを放っていますラズ。特別クレジラ君は4固めてるわけで、おっとこれはリコを構えてしまっていた。タレットが反応する前に、さらには熱が燃やされて、ここは打ち勝つが。竹杖のセリフ、 B 側が一気にセーフティーにサイトラインに入れるバリアオブダが詰まってしまった。横幅が大きかった。これはミスです。これはミスですが、まあ安全に B 入ることはもうこれでできるんじゃないですか。はい、竹杖選手、クロー選手、最近は自身のお腹周りも気にすることもありましたが、ここに来て影響が出てしまったか。サイト内通報、マンチキンブラストパックを使ったピーク、だがそこにはリコンボルト、オペレーターもあるので、ここはセーブの判断か。フリックショット惜しいですね今の。あ、レイタのラークが素晴らしい。
さらには竹ジェイ、ミッドにこうやって動いてきてる情報が取れるのはでかいですよね。大体この時 A ショートおすすめなので、ここはヘブンに飛びました。さらには A ショート、リオンがクロを落としている。 A メインからラズ、おお逃げれない、リオンが逃げれないが、ここはラズに対して打ち勝っていく。残ったのはレータ、完全に抑えましたね。動きが遅い、この武器でフレック。ただ時間がないのでもう入るしかありません。サイトライン抜いていく、リコンを壊しながらもサイトライン打ち込むが、リオンが守る A サイト、レータに壊して情報を取るためのライトバックです。スポーン側にゼファーを落としてダブルキル、さらにはサイトラインにはショーストッパー、隠れる熱、うまく隠れてる、ダブルキル、ダブルキル、熱、最後の一人ラズも返すか、マーチキンワンオツ、いやただクローのポジション強いですよ。この B メイン警戒できるか、リコンボルトは残り20秒、ショーストッパーはあるが打ち込んだ、 B メイン死にしたか、ワン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 、ラズはあえて手前のポジション、最後はラズがグワッとキル。大事なのは誰がどこにいるのかという情報を得ることです。かなり強力なプロントに見えますが、そうですね、これショートからも打ってるオープン設置なので、ポジショニングは時間構えどうする、どうだクレイジーラ君、中は時間稼ぎですね。もうこれリコン打ってさらにはカーボール、モーターにはマチキン、サイトライン、ゼファーをクローが落としている。このタイミングでオールドローン3人見えたぞ。モーターのマチキンは落とされて、残ったのはリオン、最後の1人バーストすべていく、アブソリートジェクター、取り残されたメデューサ、ここは打ち合い、リオン、メデューサ、メデューサ、さらにはメデューサ、逃げ切れないペント弾が飛び出て自身を犠牲に、3人移ったことで裏取りますよ。ラズがマンチキン落としてが、裏が来ているぞ、中央リオン、タキジェを落としているが、もう一人レータがいる、見てます、いやレータは中央リンク、 B 面にはパラノイア、位置がバレているが逃げれるか、いい時間稼ぎですね。いや逃げない、前に出る、前に出るレータ、おお全部仕留めた、中に入ってるから、キャリアも落ちている、最後はバース、ゼファーを落として、噛み合いそうですが、オールドローン前に出るが、そこにはリオン負けないのが、タケジェダブルキル、銃口が見えた、ゼファーが落とされて一バレてます、ネス7つアームで時間を稼ぎます。ここは生存、ハイミッドいないとどこで考えたのか、噛み合ったマンチキン、アタッカースポーンには敵がいるが、レーター、全部やった、対策の配置でしょうか、あえてこのラウンドは打たないか、ショルダーピーク当てきるレイター、パラノイアを返して、さらにピーク、ここはマンチキン、すぐさまバリアオブとスローオブが飛んでくる、マンチキンショーストッパー打ち込んだ、先にはタケジェイがいる、当てた、ラズのライトバックも返しているマンチキン、だがショートにはクロー、クローの位置のケアが、ここはネス、今度はバーストのショーストッパー、さらにはペイント弾で基本の位置が動かされる、ダブルキル、ブラストバックで引いていく、サイトに残った敵もラズが処理して、このラウンドはアブソリートジェクター、もう時間で割れてしまいます。それを読んでか、ネスが A ショートの裏を取る、うん、やはりネスは裏取りですか、ブレイドストーム、いやいいワンキル、クローを落としています。ブレイズでヘブンの射線を切ってカーボール、バースはあえてスロー、少し映りましたね、ブレイズの隙間にバース、カベルキ、これは間に合いません、レータがマンチキン落とすか、リオン、リオン、ラズがリオン落とすも時間がない、うん、これは爆風に巻き込まれます、時間がかかってしまっているか、あ、ここで打ちますか、クリアリングのためのハンターズフューリー、しかしそこにはメデューサのハンターズフューリー返ってくる、落とされるクロー、ゼファーもラズをキルしている、しかも当たった、メデューサダブルキル、タキジェイがゼファーを落としているも2-4、裏からはマンチキン、残ったのはレータのオペレーター、うん、オペレーター保持したいですけど、ネスを落としてシュラウドステップ、裏からはマンチキン、ブームボット一発やって、マンチキン、マンチキンは逃がしません、ゼファーブラストパック、暴れましたねこれ、前目警戒をしているバース、横からはレータのジャッジ、おお一人しのいで、フリックショット、だがヘブンからラズの射線、ライトバッ バック、ここで切った、降り立つラズ、ヘブン下の2枚、見られてしまった、タケジェがバースを起こして、おお一人しのいだ、リオンが最後はラズを落とした、守り抜きました、クレイジーラ君、状況がフロムザシャドウのみ、平面詰めているラズ、
前目を崩しません。勝負をかけるリオン、 HP を切られます。バリアを割ってサイトライショーストッパー、レータが裏を取っている。裏取りが非常に速い。使ってないぞガーディアン、タケシスパイクが落ちているので無理はしない。いやーこのスパイクの位置は、残り時間50秒、ラスがアルティメットオーブを回収している。体力もないですね。残り HP は2人合わせて79、さらには絶望のオールドローン、ダーツを食らって壁抜き。最後はマチキン、ここはバースがヘッドショットポジションを ADS で置いている。マチキン、おっとバースアウトしている。マチキンがここで B 側を切り開く。弾がないがブラストパック、いやレータが浮いた。クラシック、ここはレータが取り切ります。ダブルキル。マチキンですが落とされて、スパイクのゼファーが入れるかどうか怪しいですね。さらにはゼファー、ここはレータを落としている。サイト奥にはリオンがいるが、テールウィンドはありますがまだ使いません。スケジェー、そしてクロウ、そうですね。しかしここは時間稼ぎのリオンには付き合いません。いやこの間にメイン設置ができたのが大きい。クロウがメデューサを落としている。 A1、B1 の配置、いや今メデューサ落ちてしまったのちょっと痛いですね。このリオンはどう動くか。ここでメデューサが落ちてしまうと少し立ち回りが難しくなりますよ。リオンが落とせない。ちょっと焦ったか。クロウ、タケジェ、ワンオンツー、バリアオープン。ここに来て壁、ここは壊しきりますが、まだ壁は残っている。解除をしている、解除をしている。タケジェ、これは止まらない。クロウが落としてギリギリのラウンドではありましたけれども、あそこでも諦めないジュピターがしっかりと2人で行動しながら、裏から常にリオンが来る可能性というのも見ていましたし、A 設置の、まあ、されているだろうって考えたときにメデューサの爪も対応したの素晴らしかったですね。ラズロカーボール打ち込んだ、横から飛び出てギリが取れない。メデューサ、ここはラズ落として、さらにはゼファー、裏からメデューサ、なぜ勝てる。メデューサダブルキル、さらにはレータマチキン落としている。ただ設置はできました。2on3、メデューサのハンターズフューリーが溜まっているが引けないポジショニングか。2度目の 2on3 もう油断はしないでしょう。 A ショートのダブルピーク、残ったのはタケジ、これは絶対絶命です。そしてオールドロー、位置がバレる、抜かれます。ギリギリで耐えしのぎます。さらにはダッカバー、いや徹底したジャンプピーク、タレントもある。リポートして、ただ弾が3発。メデューサはハンターズフューリーのポジショニング、リロードオンでバレてしまう。解除のタイミングでハンターズフューリ ー、最後はリオン、2on3 という状況を覆しました。アブソリュートジュピター、クレジラ君としてはむしろ人数有利の状態でリオン以外の2人の位置は正確に割れていなかったですから、取り切りたかったラウンドでありましたけど、スパイクはメデューサに渡していました。オープンプラント、問題はずっと置きっぱなしにしているカメラをどこで起動するか。トレイルブレイザー、アビリティのタイミング合わせは日本一でしょうから。レータがリオンを落としている。ラーク潰しましたね。自身がラークの動きを知り尽くしているためか、ぴったりと合っていました。お、横を向いたタイミング、カメラが起動していました。バースラズタケジェ、最後もタケジェ一気にリテイク。やはりあのカメラ、お友達とプレイする際はぜひ使ってください。後ろを見ていない、いないと思って詰めたら、だがバースもしっかりとカバーしていた。ここガレージでラズが中央かなり強気で詰めている。中央でキャリアダウン、ダブルキル、残り1名。ラズはピストルもうまいですね。なりましたね。ここの打ち合いももちろん勝ちます。もう内されています。エロング、バースが落とされて隠れているレイター、我慢が通じました。メディエサを落としますが、そこはしっかりとネスがカバー。そうですね、逆ここでクロウが飛び出すが、そこにはゼファー、ました、見てないか、おっと急行が見えていた。ゼファーが落とされます。素晴らしいワン、ただこれ以上何で切ったのか見えなかったですけど、打って切ったのかな。そうですね、おそらくスモーク抜きで切っていましたね。あー、マンチキン、いやガレージと B 合わせてダブルキル。テールウィンドは使わない。アップダランスをクロウ、タケジェ、タケジェ、クロウが続いて、キャリアダウン、
3-4-5 でも取れてしまう。残ったマンチキン。ピター毎回うまく配置を変えて悟らせないようにします。詰める。ガレージ詰め。ラズは前に出る。その後ろからタケジ。はあ、ラズタケジ。うわ、しっかり来た。うわ、すれ違いだが、タケジバーストを一瞬にして刺さぎます。来た、縦壁超ストッパー。いや、前に出れない。だがここはゼファーがバックに巻き込まれる。さあ、ただこれ縦壁をどうやって止めるか。縦壁は壊せない。ハンドガン。わー、止めた。デスもフレンジでラズ落としている。ただ体力あるのでこれ止めれませんよ。解除シールバーセン。ほら、止まらない。ライディングライト攻め入ってくる。バース、ショートからのキル。お互いキルロがついていくか。ラズバース。いや、バース、そうか、ラズとバースのポジションは強いですね。このクロスポジション、バースがピーク、後ろからはラズ、 A メインもラズが対応。いや、でも笑顔を殲滅しているクレイジーラク。いや、2-2交換でいきましたね。これガイディングライト、武器を取りに行きたいリオン。ナノスアームで足止め。武器を回収したリオン。そしてロックダウンがあります。ただこの時間稼ぎだと足りないぞと、タレットリーチは見せてしまったか。ロックダウンの前に勝負を決めてやる。おお、ナイスが見える。カバーが早い。ロックダウンだから壊せないか。壊せない。うわ、壊れない。しまった。2人交代。どうする。ショートを切る。取りに行きました、リオン。これもう一人の位置までは分からない。オペレーター、ちょっと最後の位置がつかみ。マンチキンのラークというのは十分警戒できていると思いますが、 A ロングのラスのこのポジション、ショーストッパー。いやー、確実なワンピック取りに行きますね、本当に。しかもここで A ロングを開けた先にはトラップワイヤーが仕掛けた。アビリティを吐かせようとしたプレイかもしれませんが、マンチキンのラーク、しかしそこにはタケシエのカバー。ここで初めて C 側による動きを見せますが、人数差が生まれてますからね。スポーン側からのリテイク、ここはパラノイアを切ります、リオン。いや、いいタイミングのミラルセプト。相手の位置が丸分かり。リオンは前に出るが、スモーク抜きのバース、もちろん警戒できていますね。裏からはレータ、もうそろそろダッカバーが跳ねるか。抜けた。ラスのカバー、メデューサのカバー、タケジェのカバー。ネス一人でどこに粘れるか。一バレました。レータのペレタ、タケジェパラノイアを食らってしまう。サイト中ワンオンツー。うわー、うまい立ち回り。残りは10発。相手はタケシ。ネス。おー、ネス。ワンオンツークラッチ。あれはネス選手のセンスが光りました。リオン、おー、一回掴んだ流れはもう離さない。ネスのクラッチで火がついたか。ベリーのトーベリオン、リオンゼファー。ただやはり最後に警戒しないといけないのはこのレイターのポジション。しっかりと光ってました。ダゾ落として、ゼファーのエントリー。一瞬見えたか。レータのオペレーターが銃口が見えているが抜きれない。タケジェバース。カバーが間に合った。マンチキン、レータ落とすか。タケジェがさらにキルを続ける。ショートッパー打ち込む。そこに敵はなし。シーカーがマンチキンを襲う。ここバース。イオン B の足音が聞こえている。パラノイア。もう一人抑える動きだこれ。前に出る。前に出たリオン。十分ケツたか。いや、時間を稼ぎましたね。さらには設置ができます。いや、ネス、バース落としている。いや、当然残ってるところは C と分かってるはずだ。ネスは前に出る。いや、時間稼ぎ完璧だ。ダブルキル。おっと、ラズ対応したぞ。ピストルキングラズ、ワンオフォーシチュエーション。最後はマンチキン。ファーストラウンドを落としてしまったアブソリュートジュピター。スモークの中ネスがめった打ち。さらにはサイトの中からはリオン。 C でキャリアダウン。最後の一人だ。うまい重心砲火の形が続いてる。被害はネスのみで削られずに、まあラウンド取りたいかなというところが正直にあるんですけれどもね。唯一開けている C 側にレータがスローで進行しています。ただガレージからは進めない。いや、これレータ裏取りそうですね。まっすぐソブリンスティンガー。ネスが警戒できているか。カバーをしますね。警戒しましたね。警戒はできているか。クレイジーラクできてない。最後の一人。いやー、でも勝ってしまいました。ポケットのクロー、残り HP は2。体力が。詰めるリオン。飛び出るネス。ラズのエントリーという形。
ブレイルブレイザーで見えている。いやうまい。ダメだけでも勝ってはいけない状況だ。さらにはクローの位置、リオンがクローを落としている。2オン5。いやここに来てマンチキの裏取りは、いやレイターが抑えてる。レイター残り HP が1になりながらも抜いた。ハーフまでは行っています。さらには C か。ここは解除成功。そして前に出るゼファー得意ですよね。バーストマンチキンが一瞬だけ顔を合わせました。2回目の対面ではマンチキン。いやここもマンチキン勝りますか。オペレーターの投入しています。見えていないラス、そこも捉えてる。位置も見えました。スパイクを設置。頭1個。お互い位置を確認するのみとなります。ここで打ちますか。ショーストッパー。ダメ。ゼファーを犠牲に一時交換。ただマンチキン体力が。ここはクロー、マンチキンに打ち勝って強まん。クローの位置は割れてますが、Aリンク向けの設置なのでアビリティはありません。クロー立ち回りで打ち勝つしかない。前に出るネス、逃げるクロー。ハーフ解除。ハーフまで持ってった。削っている。やっぱクロー。メディアサリッチペイントダウン。クラッチマンが耐え切ります。ナノさんも壊れましたね。ネスの釣り引いていくところ、ラズがネスを落としている。もう一度出たところにはメデューサですが、これ竹知恵の裏取り刺さりそうです。竹知恵の裏取り取った。これリオンがちょっと合流に時間かかってますね。分かっているレーター。いやでもここは狩りに行きましたか。セーブ狩りで動いて取れなくなりましたね。バリオブサイバー刑事、これエリク抜けか。ラズメデューサが狙われている。サイト裏のリオン、ここはクロー。マンチキンダブルキル、ショーストッパー打ち込んだ。バース、おーバース、いいカウンターだ。さらにはリザレクション。この時間稼ぎどうやって対応するか。でもガレージからはクローが警戒。最後はレーター。ニューラルセフトの回転が早かったですね。情報を取れるという点でも大きい。それでいてこうレーターが時たまフリーに動く。情報は取れません。だがエントリー、オファングルを使ってバイク一致効果。さらにはパラノイア食らっているか。ただこれラズが壊すぞ。ま、ロスクダウンが壊された。ここはメデューサ、ラズを落とすも2オン3。さあどうだ。これヘブンのレイター、レイターも対応できないぞ。これは横を取んだ。レイター横取ったー。動いてくるから、はい、かなりこうクレジラ君としては対応に苦労しますよね。今回はシーロング攻めを警戒していたか。シーロングに向かってパラノイア。あシーロングこのタイミング開けて中央からの展開。中部下抜け。レイターのジェット横からはゼファー。いや素晴らしいワンピーク。さらにはマンチキのカバーも入ります。壁抜き。リオンがレイターを落としている。敵残り1名。ここはゼファー。残ったのはクロー。まあ、イエローの可能性も警戒できていますね。パーフェクトラウンド。素晴らしい。特にそこにはラズジョイが迫ります。オーブを回収したのはバース。敵残り1名。ゼファーネスで A を守り抜きます。またしてもパーフェクト。後ろ取った。こういうのが普通なんですけど早いな。中央詰め。マンチキンレーター落としている。これ2がカバーにメディスが入るが、ここは竹ジェ。グレネード配置。グレネード展開。逃げ切れないリオン。逃がしませんね。だがサイトの上にはマンチキン銃口が見えているが、ラザ気づけるか。気づいていた。おお接触。マンチキンのこの位置ラザを落としている。さあ今度は B 側。いやただナノスワームのいい時間稼ぎですね。これナノスワームの隙間にスパイクプラント。スパイク設置。すぐに B 面に下がっていきます。ショーストッパー。ブラストパック飛んでいく。足元に打ち込んだ。クローは飛ばない。ちょっと奥目に打ってしまいましたね。残り1名。残ったのはバース。ただリドストームゼファー。スパイクを設置。逃げる竹 J を捕捉。ここはクロー。リザレクションが上がっている竹 J ですが、この位置は起こしづらいか。タイミング難しいですね。ブレイドストーム。オペレーターを捨てる。ブレイドストームが上げる。ゼファーが壊す。エースが見える。いやただバースは。バース出せ。バースの位置は分かっている。これ止まらない。してしまう。さらにはスネークバイトへメデューサが落ちる。この時間稼ぎは強すぎる。
会場を入れているが、ラズが出そうとして、もっと上見えてない。リメインの上バーツ。ここはクラッチ。データのブレインストーム捉えきれない。前に出る。ここはネスジャッジ。抑えた。勢いのある攻めですが、サイトの裏にはネスがいます。ジャッジで壁を破壊している。設置までの流れは完璧に作れています。ここはラズがダブルキル。ここだ。メデューサもアランボットがあるためにここから先に進めません。ラズの頭が入っている。ショックボルト。うまい。ただハンターズフューリー、これだけではありません。バイパーズ、バイパーがまだ生きてるんです。横を取ったメディーサ、ここはクローを落としてバス。スネークバイトがない。メディーサこれはなんとか、いやこれどうだ、これは間に合います。なんとか間に合いました。ちょっと体力が危なかったのでマンチキンも解除に、紙一重で避け切りました。そして抜けたところタケジェ、ここはゼファーのオペレーター。うわすごいスピード抜けてくる。忍者対決、ここはセファー弱体が入ってますからね。メッキが違うぞ。苦しい位置ですね。ここはリオン落としている。ワンオンフォーですが、スパイクが落ちてしまってますが、オペレーターも落としている。とワンオンツー、これは油断できなくなりましたよ。このロックダウン取りに行く。あと30秒。ロックダウンを壊しに来てますが、サイトの上、頭が見えたぞ。ワンオンワン、ラズが狙ってワンオンワンだけで割り切ることができませんが、ショックボルトダメージは与えているか。あ、設置は間に合いましたね。ロープの上、メデューサの S の HP が少ないか。会場に入っている。会場が見えないぞ。メデューサがハウまで会場に行っている。いや、ただこれは打てる。スネークバイト、もう一度会場に行っているか。メデューサどうだ。ガチ会場強すぎる。クラッチ、いやそこでも勝負する。うわー、ここはマンチキン、その体力でいくか。さらには上に乗ります。 B メインには行かずにスポーン側、死なせない。データをリダイレクション、前に出る。トリプルキルマンチキン連続。いやあの強気な動きが、ラズのガーディアン、メインゼファーがレーターを落としている。さらにはゼファー、ここもマンチキンパーフェクトが前には出ていません。レーター隠し、一発で止めましたね。さらにはロックダウン、このロックダウンは B メインの奥目に引くしかありませんが、ラズが中央の裏取りをしています。ラズはあの位置からでも会場を抜くことが可能です。レーター前に出ていたが、ここはネスメデューサ。さあただどうだ、これ会場に行っているが、2オン5解除があるのか。解除している。いや解除間に合ってない、間に合ってない。残り1秒、敵残り1名。残ったのはゼファー、ハーフからの解除、今度は間に合った。グラッチ切ってしまったと。展開、いや4-8折り返し、かなりリードを誇りますクレジラ君だが、ラズがゼファーをシェリフで落としている。パレットの足から抜きました。さらにはシェリフでキルを作らず、サイト裏にはネスが入っているが、気づけているか。いや、ミットも詰めてる。横からラズが撃たれます。最後の一人だ。レイタ選手のジャッジに引き込まれるぞ。1キル2キル3キル、さらにはスローオブで足が止まったところをスペクター。最後はタケシ、ただマンチキン A を詰めている。バックサイドまで入ってるぞ。設置に対してはナノサーム、メディエンサの HP が削られます。レーター区内を打ち切ってしまったので武器はゴースト。1キル取って武器を拾いたいが、ここはスペクターを回収。メディエンサラズリオン、リオンネス、残ったのはバース。リオンの肩が見えたか。裏を取っている。スモークの中のリオン、ここはバースに打ち勝ちます。フリックショット接中、あと30秒。
いやーもう一個の問題はここです。スネークバイトと壁抜きでダメージが入ります。そうです、政治がいないとこういった設置はできません。裏取りラズ、マンチキンが1キル取り返してリオンも続きます。 3-on-3 できるだけこう前バックサイトまで取りに行くことによって設置のチャンスがありますが、時間がありません。設置中はバーツが仕留めて、バーツのトリプルキル。そうですね、やはり強引な設置が上がる状態ですが、今のところアルティメットアビリティはありません。レータのオペレーター、テールウィンド剥がせた。そしてサイト上マンチキン袋落としている。さらにはパラノイア、フェイントダンも相まって停滞と泣かせファーのダブルキル。わ、設置優先ではなく中の敵をしっかりと狩るようにできるだけ前のポジションまで取りに行ったのが強みでしたね。裏を取っているラズ、そこにはネス、無理はしません。うまい立ち回り、今までのネスなら勝負したかもしれないが、そして味方と合流、ここはラズがネスに打ち勝ちます。体力かなり持っていきましたね。残り1秒46、スモークの隙間一瞬見えた、頭が見えました。さらにはタレット、残り1名ラズ落として、残りはバース、バースはセーブダメになっていた。マンチキンを初動落としたのは大きいですね。上から迫りくるゼファーに対しても竹中がカバー、そしてレートのプレーターダブルキル、2-on-4になった途端このリテイク配置徹底してますね。これがアブソリュートシフター、設置はできましたが、あのスワンもないと思うので、これはかなり難しい状態ですよ。クレジラ君は前に出るラズダブルキル、綺麗すぎるエイム、エイズジェットを生かしたこの強襲という動きをもっと使っていきたいですね。ゼファーのこのサイト上からこの動き、ジャッジマンチキン、ピンポイントに刺さりましたね。二人の命を奪います。味方のスモークをちゃんと生かしていきましたね。そしてスパイク設置、構成の話をしましたけど、この構成だったからできるこそことは今のような動きですよね。このリザレクションに対してもゼファーは対応します。これはさすがに解除難しい状況ですが、ここで壁が来ます。ナノスワーム、縦壁は壊しません。縦壁で解除に行っているが、上からゼファー、後ろからはネス、挟み込みましたネスのダブルキル。どこに打つ、相手を引かせることには成功しましたが、レイターは生き残ってるぞ。ブレイドストーム、レイターは生き残ってるぞ。頭が見えたか、ここはマンチキン11交換となります。サイトライン、メデューサがいます。 B メインのリオンのみがバレてしまった状態、オペレーターが押されます。ショックボルト、バイパーズピット、そこにはクロー、スモーク抜きのリオン、回避落としている、ワンワン分からなくなった。いやこれ時間ないぞ、ハーフいってない、グロー落とされる、素晴らしい。リオのワンオンツー取り切りました。12本見合うか、メデューサホルトロー構えているダブルキル、データがトリプルキル、まだいくか、ここはリオン抑えます。いやでももう十分な働きをしました。2オン4あの爪も初動毎回あそこから丁寧にドローンを打ってくるのが分かってるからなんですよね。なので自分が与えたオペレーターというプレッシャーがここに響きました。ここは A を取られたとしてもサイト中にはナノスワーム、さらにはダメ押しのロックダウンまであります。そうですね、ロックダウンはこの後のラウンドに温存しておきたいか。 2-on-4 中央から腕が見えたか、おっとダブルキル、 2-on-2 分からなくなってきました。ロックダウンもちろんラズが落とされた、ゼファートリプルキル、どうなる、残ったのはクロー、ブレイドストーム、なぜ逆転できる、ワンオンワン、いやー時間使ったぞ、設置ができなくなりましたが、またしてもリオン、いやクリット待ってる、あと30秒、サイト中の立ち回り、戻った、読み勝ったのはクロー、いやでも体力ぎ、さあ12対10、いやここでクレイジーラクーンはエコー、確実に勝利するためにアブソリュートジュピターに入ります。次はもう囲い込んでるので、雪だるまとミッドガーで中央にはできません。バースタケジェリコンが映りました。リオのダブルキル、3-on-3ですが
中央を取っているのはクレイジーラクーン。いやー、これリオンがキーになるかもですね。後ろからレイタ、スポーン側から2人の配置、ショックボルトで7サーも警戒しています。ネスはロックダウン上がっている。うわー、ラッシャー、ロックダウンは壊される。裏からレーター来ている。ツーオンツー、ツーオンツー、ゼファーが逃げる。どこまで時間稼げるゼファー。武器はジャッジ、リオンの武器はブルドック。いや、リオンの裏取りが抜けていく。リオン裏取りが刺さった。望みを最終ラウンドにつなげたか。このラウンドは調整ラウンド。またしても前に出るレイター。ブレードストーンも上げたいでしょうか。刺さってしまう。マンチキン落とします。散々